そしてこれが全体形ですね。それで塗ります。これがその周囲を塗っていきます。こんな放射状の線もあるんですよ。またちょっとこういうとこも書き起こしましょうね。種をかけば一層そういう雰囲気が出ます。まず明るめのこんなね、一回ね、乾かしてから重ね塗りする。そしてこれがまた日陰ですね。日陰は思い切って暗くですよ。それからこれヘタの部分ですね。その特徴を追求してみましょう。ね、どんどん美味しそうなほら、キウイフルーツになってきたでしょ。ちょっと周り同系色でね、こう塗って空間を作ると楽しくなるね。こんな調子にブルーを加えてね、日陰の色です。はい、出来上がりです。キウイフルーツをね、描いてみたんでしたね。これからもね、私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。